アンモライト、アンモライトはアンモナイトの化石のうち有色効果を持った結晶質に置き換わった生物起源の宝石。主にアメリカ合衆国とカナダのロッキー山脈の東斜面にのみ産出する。1981年に世界宝石連盟はアンモライトを公式に宝石として認定した。2004年にはアルバータ州の州の宝石に定められた。 また、アンモライトは、アーポアク、アブック、カイナー族の言葉で、小さなハイズ類し、宝石アンモナイト、カルセンティン、及びコーライトとしても知られている。校舎は最初で最大のアンモライト生産会社である、アルバータを拠点とする最高会社コーライト社による商標である。生物種としてのアンモナイトは、糖則類、つまりイカのような生物が貝殻を持ったもので、 熱帯の海に生息していた。商業的にアンモライトを産出している地域も、ロッキー山脈を境界とするアネッタイの内海。今日では、西部内陸海路として知られる地域だったところである。アンモライトとして産出するのは、白亜紀初期に生息した円盤型の貝殻を持つで、円柱状のなどの種類である。禁煙種といわれる現存するオウム貝を除き、 中世代の終わりに恐竜などと共に絶滅した。産出地域では、解体と共に以外が、ベントナイト堆積物の層に堆積し、化石化していったと考えられている。生きている貝類が成長させる貝殻は、アラレイシと特殊なタンパク質からなり、独特な相乗構造を持つ。これが、化石化によって、アラレイシの微細構造が変化して、構造色を呈する。 良質の標本では、タンパク石のような虹色、特に緑色や赤色が見られるが、原理的には、虹色のような全てのスペクトル色が観察される。この虹色は、多くの宝石での屈折光とは異なり、荒れ石の構造が変化して、薄い板状の積み重なった表面層に入った自然光が干渉して反射してきた光である。干渉光の波長は、層圧と相関があり、 層圧が厚ければ、より波長の長い赤色や、緑色、層圧が薄ければ、波長の短い青色、藍色となる。薄い層は脆く構造が安定した厚い層が多く、残るため、赤色と緑色が最もよく見られる。発色は表面に近い構造のみに由来するものであるため、面を新しく切り出しても発色は、さほど劇的には現れない。研磨は、宝石としての価値を高めるが、 反射の方向と厚さを見定めて慎重に研磨する必要がある。化石に見られる成分は、アラレイシ、真珠を形成するものと同じの他に、多様な化学素性が見られ、崩壊石、シリカ、高鉄鉱や、その他の鉱物が含まれている。殻そのものは、多くの微量元素、アルミニウム、ホウ素、クロム、銅、鉄、マグネシウム、マンガン、ストロンチウム、チタン、 バナジウムを含む、結晶学的には、射方症系である。モース硬度は4.5から5.5で、宝石としては、非常に柔らかく、比重は2.60から2.85である。カナダの資料での屈折率、ナトリウム鉱、589.3ナノメートルで、測定は、α1.522β1.672 から 1.673γ1.676 から1.6792。 熟成譜、紫外線の照射により、黄色の傾向を放つものがある。角状のアンモライトそのものは、非常に薄く、約0.5から0.8ミ、mm、リメートルである。アンモライトは、通常、灰色から、茶色の血眼、チョーク質の粘土、石灰岩などの母眼と共に産出する。凍結破砕作用はよく見られる。風雨にさらされたり、堆積物による圧密を受けることにより、 ひびが入り、白変化する。また、日照の長期被曝は白色化につながる。このひび割れは、竜の皮や、ステンドグラスなどと表現される一末模様の外観を、呈する。より深部の交渉から採掘されるアンモライトは、完全に滑らかか、レンコンのような表面を持ちうる。ベントナイトは、殻の残存物の荒れシを保存し、崩壊石への変質から不正だ。 属性作用によって、殻は堆積物中に存在した微量元素、ほとんどは鉄とマグネシウムによって満たされた。この鉄が緑色の元になっている。有色効果は宝石のオパールにも見られることから、オパール化したアンモナイトと表現される場合があるが、オパールは二酸化系素を主成分とする鉱物の名前で、アリとは鉱物組成も異なり、この表現は正しくない。 アンモライトは、カナダのアルバータから、サスカチュワン州、米国のモンタナ州南部にまで至る、ベアポーソーにのみ見つかる。宝石として、最も良質なアンモライトは、南部、アルバータのロッキー山脈島面の河川沿いに、産出する。商業最高のほとんどは、カードストーンとレスブリッジの間と南の一帯、セントメリー川に沿って行われている。全モライト交渉のうち、 ほぼ半分はカイナー族の居留地に含まれており、ここの住民がアンモライト最高に果たしている役割は大きい。1979年の設立以来、高イ都社は主に居住区内で最高している。高イ都社はカイナー族と契約を結び、最高したエーカー数をもとにカイナー族に採掘権を支払うことになっている。化石としてのアンモライトには時折、 保存状態良好の完全なアンモナイト柄が発見される。螺旋状の線が形通り、全体的な形はオウムガイに似ている。これらの柄は直径90センチメートルに達しうるが、アンモナイトの場合は高鉄鋼化したものには大きいものがあるが、通常はるかに小さい。もともと貝殻を構成していた荒れ石が化石化で崩壊石や高鉄鋼に置換されてしまうため、 アンモライトをより貴重なものにしている。商業最高は機械化されているが、かなり単純である。バック方を用いた浅い露天掘りが行われている。原案は人手でも炭鉱され、商業生産の一部は地表で採集したものを高麗土砂に売る個人の最高者によるものである。採掘されたアンモライトのうち約5%が宝石に適している。 アンモライト交渉はいくつかの層に分かれている。最も浅い層は、K ゾーンと呼ばれ、地下15メートルに始まり、30メートル続く。この層のアンモライトは、皮脂鉄鉱の凝結物に覆われ、通常ひびが入っていて、クラッシュマテリアルと呼ばれる。これは最も一般的で、普通最も価値の低いアンモライトである。クラッシュマテリアルから20メートル下に、ブルーゾーンと呼ばれる層が現れ。 65メートル続く。この層のアンモライトは、通常皮脂鉄鋼の凝結物よりもむしろ気鉄鋼の薄い層に厚密を受けている。この物質は、シートマテリアルと呼ばれる。この交渉は地下部くに存在するため、あまり再構されない。そしてあまり破砕されていないため、より貴重なアンモライトとされている。2003年現在、高ライト社は、 カイナー交渉で30エーカーの未採工を行った。カイナー族との取り決めで、会社は枯渇した採掘場を埋め戻し、環境保全に努めなければならない。高イト社は年間15万から20万カナダドル程度、カイナー族の経済を潤している。会社は6十人以上、多くはカイナー族の人々雇用し、全世界の宝石アンモライトの90%を生産ている。 この地域での採掘を希望する炭鉱者は、アルバータ州エネルギー庁とレンタル契約を行う、必要がある。広区のレンタルは不定期的に行われている。2004年現在、申請量は625カナダドルで、年間レンタル量は1ヘクタールにつき3.50カナダドルである。宝石アンモライトの品質は、最高級品から AAA、A、A、A。 の順で等級付けられている。ただこの等級は標準化されていないため、売り手によっては独自の等級が使用されている。アンモライトの等級、すなわち価値は以下の基準で決められている。アンモライトの層の厚さも価格に重要な要素である。研磨の後、アンモライトは0.1から0 3ト、mm、ルの厚さしかない。非常に稀に、そして高価なものには、 ボガンのほんの一部ではあるが、1.5ミ、mm、リメートルを超えない程度を、それのみで十分なほどの厚みを持ったものがある。しかしほとんどは補助的な仕上げを行う必要がある。その他の処理もよく行われる。他のすべての要素も同様、処理が少なければ少ないほど、アンモライト宝石の価値は高まる。カリブレット宝石は、加工に適した標準的な形状にした石であり、高値が付けられる。 アンモライトは最も貴重な有機宝石物質と考えられている。柔らかく壊れやすく限られた専門家のみが持つ特殊な処理技術を要する。大まかにアンモライトは1カラットにつき30から65米国ドルで売買される。アンモライトを模造するのは容易ではなく滅多に行われない。しかし、 あまり詳しくない人には見分けがつかない程度には似ている物質も少しは存在する。ラブラドライト、夕食効果のある調石、これもカナダ産、ブロードフラッシュのクローパールがそれである。なお、ラブラドライトはカナダのラブラドル半島で発見された、社長石の一種で相媒調石とこれる石である。一定の方向に色のついた線香を放つ性質がある。 フィンランド産のラブラドライトは、スペクトロライトとも呼ばれる。どれも、完全に納得させられる、代用品とはなり得ないし、クローパールに至っては、アンモライトよりも価値が高い。実際、アンモライト端々は、クローパールの模造品として使われている。よくある、ガラスベースのオパール模造品であるスローカム石は、上のものほど似てはいないが可能性はある。ラブラドライトの場合は、 青、または紫のものが普及性が高い。アンモライトでは有色効果は割と限定的であるのに対し、青、紫のラブラドライト及びオパールにおいては石全体にわたって虹色が見られる。スローカム石では有色効果は金モール状パッチの形をなす。模造品では石は透明ないし特定の角度から見ると半透明なのだが、アンモライトは 全体的に不透明であるから、見た目の構造もかなり違う。地質学的に言うと、アンモライトは、貝殻ベースの大理石に分類される。同じグループにはルーメシェラ、または、ファイアーマーブルが含まれる。これは化石化したカキとカタツムリの殻でできた、アンモライトに似た、有色効果の大理石である。ルーメシェラは、イタリアとオーストリアに産出するのだが、宝石として利用されることは、 ほとんどなく、むしろ壁などの化粧仕上げの装飾かモザイクに使われる。ルーメシェラの夕食効果は断片的でアンモライトの光沢ほどには鮮明ではない。こうした違いにもかかわらず、ルーメシェラはアンモライトと同義であると考えている人もいる。主に青緑の夕食効果を持つアワビの貝殻は模造品として最後の可能性である。これら複足類は食用に 商業的に養殖されているので、アワビの貝殻は安価で大量に入手できる。その貝殻の構造は特徴的である、青、緑、バラ色の波状の帯がコンキオリンの焦げ茶色の帯で縁取られている。コンキオリンとは貝殻を固めているタンパク質に富む物質。アワビ貝の光沢は磨かれたアンモライトのガラス状の光沢というよりもむしろ絹状光沢であり、 その色もアンモライトにはあまり似ていない。しかし、アワビ貝を染色し、腎臓水晶の透明なキャップを被せることで、アンモライトと同じ二重層構造を作ることは、すでになされている。こうしてできた二重層はかなり見た目が、そっくりになるので、模造をパールにも利用されている。拡大鏡で観察すると、ほとんどのアワビ貝二重層は特定のエリアに、 濃縮された染料と貝殻水晶の接合面に空気の泡が溜まっているのが観察される。他の宝石に比べるとアンモライトの使用は歴史が浅い。1969年に限定的に市場参入して以降、1970年代になるまで西洋では注目を集めなかった。ブラックフット族はアンモライトをイニスキム、イニーズキム。 バッファローの石として知っていて、長い間コフとしての魔力を持つと信じていた。特に、バッファロー狩りを助け、追跡できる距離にいるバッファローを引き寄せると信じられていた。また、アンモライトには自由力があると信じられ、儀式の時に使うに組み込まれていた。1990年代の後半、風水がアンモライトを力のある石として取り上げ始めた。エネルギーすなわち、 の流れれをを高め、め幸福とと作用を強めるとされた。セブンカラープロスペリティストーンと命名され、風水実践者は、それぞれの色が身につけた人にそれぞれ良い効果をもたらすと信じた。最ももてはやされたのは、ルビー赤、エメラルド緑、琥珀器のコンビネーションで、これらの色がそれぞれ成長、知性、財産を高めると言われた。アンモライトは、通常、 自由型のカボションとし、金を台座とし、アクセントにダイヤモンドを添える。デリケートな石なので、ペンダント、イヤリング、およびブローチとして用いるのに適する。指輪として用いる場合には、硬い保護キャップ、つまり、見えそうとしての人造スピネルの一種を被せなければならない。程よく小さいサイズの、よく磨かれたアンモライトは、宝飾品にはめ込まれることもある。 アンモライトの宝飾品を洗う時には、穏やかな石鹸とぬるま湯以外用いてはならない。超音波洗浄は避けなければならない。日本はアンモライトの最大の市場である。おそらくは品薄が続くクローパールの代用品、または前述の風水に使用するためであろう。それに次ぐ市場はカナダ他である。カナダではバンフ国立公園を訪れる観光客向けに、 加工品を売る工芸家と宝石製造で用いられている。アメリカ合衆国の南西部ではズニ族やその他アメリカ先住民の工芸家によって用いられいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。